枠入り完了。スタートしました。内からまずは1番ケイティドラゴン抜け出してきます。2番手以下も固まりました。4番トミケンプレミオ、6番ロイヤルトリニティも小物の2番手集団に取り付きまして、差がなく10番北斗、11番フジノフェアリー、並んでの2番手以下の集団、内2番ダイバーダウン、3番名称パーシー、差がありません。後方4頭離れました。7番のタマモルーキー、8番ラブリリック、並んでさらに後ろの2頭は大きく遅れました。5番こういう桜咲く、9番エルヘイローです。前の方は固まりまして、ゴールまで残り 1000m の標識を通過していきます。先頭1番ケイティドラゴン、逃げてリードが徐々に詰まってきました。首ぐらいまで差を詰めたのは4番トミケンプレミオです。その外、6番ロイヤルトリニティ、3番手前の3頭を並びました。4番手内に2番ダイバーダウンです。外から11番フジノフェアリー、間に3番名称パーシー、少し押して前を追っていきます。2馬身差、10番北斗、あとは離れまして8番ラブリリック、7番タマモルーキー、並んで追走です。遅れて後方から9番エルヘイロー、5番こういう桜咲く、前は3コーナーです。1番ケイティドラゴン先頭、またリードをやや広げました。6番ロイヤルトリニティ、改めて追っていく。4番トミケンプレミオは交代しまして、3番手に2番ダイバーダウン、3番名称パーシー、並んで前との差を詰めてくる。11番フジノフェアリーが今5番手、これに内から並んでくる10番の北斗です。4コーナーから直線に向きます。前は6番ロイヤルトリニティ、逃げる1番ケイティドラゴンを捕まえにかかります。2頭の外へ出した2番ダイバーダウンが追ってきて3番手、さらに内からは10番北斗も鋭く伸びる。あとは大外5番こういう桜咲く、前は粘るケイティドラゴンに、外からこういう桜咲く迫ってゴールイン。1番ケイティドラゴン粘り切ったか、外5番こういう桜咲くが捉えたか。